の試合なんか見る限りではね、まあ、ヤクルトらしい打線つながりっていうのを、ね、見せてくれましたよね、はい、ランナー走る、いや走って盗塁はアウト、山崎がいいボールを送球、飯原がここは仕掛けてきました。ヤクルトワンアウトランナーなくなっています。あ、これはね、山崎のナイスボールですね、本当にもうここしかないというところにね、あれが10センチ高かっても足の方が速いんじゃないですかね、